給付対象は今年3月分の児童扶養手当を受給している世帯など低所得の子育て世帯で子ども1人当たり5万円が今月17日から支給されます対象世帯はおよそ8000世帯で事業費をおよそ7億円と見込んでいます給付金は物価高騰に伴う政府の緊急対策として 各市町村を通じて給付されるもので岡山市も今月29日から市内およそ2万人を対象に支給を始めるなど支給に向けた動きが出てきています。